誰かの部屋にまた入れた。イーディ・ヒーバーちゃんの部屋で私はかなりの時間を過ごした。エディの部屋。調べられるの？これは何だ？人形？彼女の部屋は博物館みたいな感じがした。おばあちゃんの部屋ですからね。いろんな古いものがあるでしょ？なんだこれ？500年にわたりノルウェーの中でその富と不運からフィンチ家は有名だった。500年にわたり。お、帰れた帰れた。お、帰った。オーディン・フィンチが一族の呪いにかかった一番最初の受難者を弔った。それは妻のインゲボルグと生まれたばかりの息子ヨハン。このフィンチ家って昔から呪われてたの？1937年1月7日、彼は家族と共に、そして家と共に、船出する呪いから逃れることを祈って、うん、しかし、ワシントン沖で40フィートの高波にオーディンと家はさらわれてしまう、オーディン。オーディンの娘イーディとその夫スヴェン、そして赤ちゃんのモリーは新天地のオーカス島に上陸する。方この主人公のおばあちゃんイーディとその夫スヴェン、そして赤ちゃんのモリー、さっき亡くなった人のモリー、新しい墓地で最初に泊まられるのはオーディンとなった。オーディンは亡くなってしまう。彼の娘イーディはすでに新しいフィンチ家の屋敷を夢見ていた。ほう、あ、これだけか。へー。オーディン。お、また日記。オーディン。この一族にどんな欲があるかにしろ、それは偉く、なんとか。一番最初の人物、オーディン。よし、本を閉じよう。オーディン。オーディンの子供のエディ。このエディは、主人公のおばあちゃん。まあ、ひいばあちゃんになるのかしら。で、そのエディの子供のモリーか。複雑やなそしてここは、このエディのお部屋。エディじゃないか。イーディか。読み方としては。90代になっても彼女は母親よりずっと若い感じだ。ハッピー90歳バースデーですね。開けてみようか。よいしょ。わ、あ、ここなんか見えた部屋だ。あ、イーディの部屋。サムじいちゃんの最初の妻だったケイがこの家に残したのはピンク色のバスルームぐらい。それはかなり大きな存在の証だった。マウントレイニア。あ、鍵？ここにも鍵がある。また違う部屋に行ける感じ？うわぁ。開けますよ。また、ここに。お、うん、このバスルームには秘密が隠されている。There is a secret in this bathroom. 子供たちの写真。お、あ、広く。それは誰もが普通には考えられない場所にある。はいはいはい。戸棚の中にあるわけじゃ。何よ？お、入った。うわぁ、またどこかに入れちゃうわよ。はい、うん、現像、写真を現像する部屋。スヴェンはサムに自分で修理した古いカメラを集めた。サムはそれを肌身離さず使った。スヴェンは写真が好き。調べられるものは特にね。奥に進む。うわ、なんだこれ。うわ、すごい。あ、ここにもミルトンっていう名前が書いてある。先に進んで、お、なんか、椅子がある。あ、ここは、階段だ。ここの部屋に、入れる。これは誰の部屋だ？へぇ。人形とか置いてる。男の子っぽいですね。これが？お、なんかついてる。サムおじいちゃんには双子の兄弟がいたのは知っていた。サムおじいちゃん。
あ、サムとカルビン、同じ青年ですね。1950年。これを引っ張ってみよう。あ、そして誰も彼のことを話さないのかも。サムとカルビン、上に登っていってみよう。うわぁ、コマンドセンターって、いやぁ、おじいちゃんもお母さんと同じようにそのあたりの歴史が嫌いだったんだろう。この家族はみんな昔のことを語りたがらないね。みんな閉じこもって。うわぁ、なんだこれ。お、あ、いった。手紙？日記？何が書いてる？兄をどう覚えておきたいか。サム・フィンチ。覚えてるのは一度そう決めると、それっきりだったこと。ああ、これまた昔の映像だ。これはきっとサムの記憶。電、お、足、怪我してない足。右上にいるのは誰なんだろう。あ、写真を撮って、写真好きのサムと、きっとこの、なんだろう、あの、ブランコを漕いでいるのが双子の兄弟のカルビンなのかしら。すごいこれ。またマッシュルームを食べれるぐらいなら死ぬと言ってった。自転車焦げますね。バーバラの葬儀だ。もう絶対に怖がらないと共に誓った。バーバラの兄弟。うわぁ、ちょっと酔うな。カルビンはいつも飛びたがっていたと思う。サムの手紙。サム、カルビン。ご飯の時間よ。今行くよ。でもあの日ついにそう決めたんだと。わあ。ぐるりと一周するのは無理だと言ったんだ。なるほど。ちょっとすると僕がそう言ってなかったら、ブランコで一周しようとしてんだ。カルビに二度と言わないわよ。それが風が強まっていなかったら。彼はまだここにいたかもしれないってフラグ立てんな。え、大丈夫？そんなにブランコ声で大丈夫？多分彼はすでに決めていたと思う。双子の兄をそういう風に覚えておきたい。はぁ、うわ、ちょっとやりすぎじゃない？あ、大丈夫？うわぁ、あ、あ、くるり、危ない、大丈夫？うわわわわ、ぐるりと回った。うわ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 、大丈夫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 、ちょ止まらない止まらない、ああ飛ぶんだと、そう決めた日実行したんだと。ふわ、カルビンはそうやって亡くなっちゃったんだ。カルビン、うわ、カルビンのストーリーは妙に身近に思えた。私も小さい時全く同じことをしようとしたから。こうやって亡くなっちゃったんだカルビン。サムは何してるんだ？で、このサム、カルビン、モリーの兄弟に、まあ、子役女優として活躍してたバーバラがいるということか。カルビン、11歳か。うわぁ。悲しい。ということは、まあ、カルビンとサムはここに住んでた。お葬式の後、イーディは部屋の半分、カルビン側を立ち入り禁止にした。なるほど。この部屋でサムと住んでた。まあ、住んでたというか暮らしてたんですね。で、お、こっち側が多分サムの領域。母さんが言ってた。サムおじいちゃんは18歳で入隊して、二度とその部屋には戻らなかった。ああ、そうなんだ。サムはそのまま、軍に入っちゃったのかしら。何が置いてある？お、どうも。お、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 あ、なんか開いた。開いてみよう。わ、お、また扉が開く。おー、開けれた。なんか、忍者屋敷みたいだね、この家は。お、またどっかに繋がった。わお。行けちゃう。進んでみようか。え、この部屋はどこに続く？通り道はきつくできていた。お、こっちこんの？小さな手や胴回りを合わせて作られたとは明らか。またここに子供が、あ、ミルトンってまた書いてる。いろんなところにミルトンの痕跡があるね。お、この絵見覚えがあるぞ。
あ、バーバラの部屋の前だ。子供の頃バーバラは子役スターというイメージがいつもあった。あ、バーバラの部屋の中に入ったんだ。バーバラの部屋。サムとカルビンの兄弟。こうやって行き来してたんですね。してたのか、行き来してたのか、どうかはちょっとわからないけど。子役スターのバーバラ。その後どんな風につらかったかなんて考えたことはなかった。いやそうだよね、めちゃくちゃチヤホヤされてたのに、たった2年で全米が飽きると彼女はこの部屋にいて何を思ったのか。バーバラは16歳で亡くなったのか。なんで開いてみよう。デッドフルストーリーズ、バーバラ・フィンチ、ゲストスタイリング。バーバラの死について書かれた多くの話の中で、イディがこれは取っておいたのは驚いた。これ取っておいたのは、バーバラ・フィンチの驚くべき結末。老いぼれジャックが全米不審な家族をモチーフに世の恐ろしい話を語ろうと名付けて、バーバラ・フィンチの驚くべき結末。なんだ、ゴシック本みたいな感じかな。バーバラ・フィンチ。めくってみよう。子役スターだった頃、バーバラはその悲鳴で知られていた。悲鳴か。悲鳴が有名なんだね。だが16歳にしてすでに忘れられ、過去の人となっていた。バーバラ・フィンチ。ラッキーなことに地元の怪物映画ファンの集会で有名な秘文を披露する依頼が来た。これこそ彼女の必要としていた後押しだ。なるほど。あの、姫をやってって言われたんだね。残念なことに彼女の姫はよく成長していなかった。ああ、受けなかったの。前よりはいいが、思いないか、いい動機づけが必要なんじゃないかな。一番のファンで BF でもあるリックが実演しようとしたその時、なんかあったの？まさに今のは素晴らしい悲鳴だった。声の主はバーバラの父スベン。テーブル層に巻き込まれた彼は緊急病院に急送されなければならなかった。なんか怪我しちゃったな。手切っちゃった。残ったバーバラは弟のウォルターを子守せねばならず、カムバック出演はキャンセルされた。かわいそう。そうだな、苛立ちは出てるけど恐怖は感じられない。どうだろう、もし僕が今夜オルカス島ではハロウィンのお面をかぶったゴルツケ集団が暴れています。警察は住民注意を。地下の方からよ。君の言う通りだ。ちなみに今の言い方いい感じだったよ。なんで地下のドアに鍵がかかってるんだい。私の父さんってパズルや秘密のツールを作るのが好きだから。オルゴールに鍵が隠されているの。秘密などはそれを巻き続けて、あ、これさっき回したやつ。さらに巻いていくと、やがてカビが飛び、あ、そうなんだ。鍵が飛び出してくる。わかった。ありがとう。すぐ戻るよ。あ、開けちゃった。20分が過ぎたが、リックは戻らなかった。バーバラは彼を探しに行ったぴったりのタイミングで、何があった？彼女はオルゴールに手を伸ばした。回す。今僕は操作してます。そして鍵を巻きながら耳を澄ましたが、誰の音も聞こえなかった。動いてるじゃん、絵本なのに。地下に降りていく。動かせる、動かせる、動かせる。絵本なのに進んでいく。あ、なんかちょっとやばくない？え、血出てない？松葉杖。あったのはリックの松葉杖のみで、状況は絶望的に思えた。それを持ってどうすんの？あ、そっか。なんか、やばいやつが入ってきたみたいなこと？あ、触れる。あ、血がついてますけど。大丈夫？入ってる。あ、怖い人形がいるよ。はい、開けて。なんだよ、趣味の悪い人形だな。集団のリーダーは悪名高きフックマン。10年前のこと。10年前のこの夜、家族を突き刺し食べたと言われています。なんでだよ。うわ、めっちゃ血。え？大丈夫？奥に進んでいく？え、ちょっと、じゃあもう、ホラーやん。外に進める感じですか。あ、ちょっと冷蔵庫。古い冷蔵庫はガタガタと揺れて静かになった。もう開けるしかないやん。開けるしかないやん。怖いよ、怖いよ。怖いですよ。あ、うわ！あらま、
あらまあ、なんていうリアクションだ。お、発信。うー、レック。落ち着けよ。怖がらせて君の悲鳴を取り戻そうとしたんだ。なるほど、リックね。怖がってないわよ、リック。というより、カンカン。じゃあ、怒りを演じろ。今、君から感じるのは、昇進と混乱のみで、ああ、怒っちゃった。彼は追い出したが、思い出の品をもらっていくことにした。松葉杖ね。バーバラ、もう片方の松葉を返してくれ。深夜のテレビ番組を見ながら寝こけても彼女はまだそれを抱えていた。12時。何時間かが過ぎ。バーバラ、ウォルタ、何がどうしたの？弟か。怯えてるよ。わかった、今行くわ。でも、これが悪すぎふざけなら承知しないわよ。あ、また動かせますよ。なんで松葉杖持ってんだよ。ああ、なんだあのドクロ。骸骨人形の。え、ちょっと血ついてないこれ。違う。あ、揺れる揺れる、すごい。遊んでないで行きますか。2階にウォルターがいて、ウォルターの部屋に行こうというところですね。まあ、素直にここは登っていこうか。ウォルター何があったね。姉ちゃん、ちょ。こっち側？ん？こっちか？違うか。進んでいこう。わー、ドアが開いてますよ。あ、この部屋はおじさんの部屋。ウォルター、そこにいるの？ウォルター。ウォルターは消えていった。え、なんでよね。しかし部屋のラジオはついたままだ。オルカス島警察によると、男の身長180センチ余りで、手が鋼の鍵爪になっています。住民は誰かかけて不審な動向を通報する。あー、後ろから鍵爪が来た。バーバラを振り返り、フックマを見た。そして、言葉を失った。キャーって出なかったね。あー、フックマ。あ、ちょ、やめてください。やめてください。おら、キック、こら。バッタン、鍵を閉める。どうなの？正体が誰にしろバーバラへの失着はただごとではなかった。フックマン。考えなきゃどうにか抜け道があるはずだわ。あ、そうだ。ここに隠れよ。バーバラ。そうそう。俺見たからね。で、バーバラはこの部屋にいた。その夜彼女は自分の役柄をうまく演じた。あ、これモリーの部屋じゃない？大丈夫？モリーの部屋。お、モリーのドアもう何年も閉ざされていた。あ、ふっくっくっ。調子がつかなかっていた。開かない。ここ、いろいろ動かせるよ。あ、え？え、パシン！お、よろめいて、あ、フックマンが。彼は動かなかったが、まだ話はこれで終わらないように思えた。ちょっと何すんの、森ね。え？いや、森じゃねえや、バーバラ。とどめ刺すの？結構肝っ玉すもってんな。うわぁ。だいたいなんで手にそんな鍵爪みたいについてんの？これは実話？それとも作り話？あれ、いない。フックマンは消えていなくなった。彼の息を聞こうとしたが、ただ聞こえたのはピンポーン。なんでやねん。玄関行ってみる？誰だ？誰がいる？開けてみるよ。ドアの外に誰かバーバラと話したがっている人物がいた。開けるよ。はし。家の中から聞こえてくる。何が？フックマン、あ、いっぱい人がいる。え、なんてこと？どういうこと？サプライズ、ブラボー。素晴らしかった。大好きよ。怪物たちが驚かせに来てくれたのだ。バーバラには夢のようだった。全部嘘か。その後、彼らがどんな怪物か見て取ると、彼女はこれから何が起きるのか悟った。彼女は有名になるのだと。お、
そして最後の一息でバーバラ・フィンチは一世一代の演技を捧げた。おキャーって言ったんだね。現場にはいなかったが、バーバラは素晴らしかったそうだよ。かわいそうに、スターダムを味わったばかり。でも不運なことにファンもその味を求めた。なるほど、あの興奮をってことか。もちろん今朝は全てその日消えたリックになすりつけたけどね。なるほど。お、ウォルターはどうしたって、ずっとベッドの下に隠れていたそうだ。ショックは大きかったようだね。それはまた別な話だ。バーバラに関してはオルゴールの中にあった分しか見つからなかった。あ、本当にこぼれた彼女の耳。これこそ不気味な物語ってやつだね。あ、本当に殺されたんだ。ファンたちが本当にこのバーバラの悲鳴を聞きたくて殺しに来たっていう話、驚かせたんじゃなくて。とにかくバーバラは人々に忘れたくなかったとイーディは言った。漫画は馬鹿げてたけど、イーディはハッピーエンドを見たのか。そういうことか。ファンに殺されたバーバラ。ガビー、めっちゃかわいそうやん。バーバラ、悲しい女優。呪われてんなこの一家。呪われてんね。バーバラの部屋で調べられるものはないかな。じゃあこの中に一度戻って、バーバラの部屋に途中で入ったけれども、私がオルゴールで遊ぶのをなぜ母親が嫌がったのか今になって分かった。こっち側行けましたよね。こっち側開けよう。これでどこに行ける。